それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛部を中東兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると先遣班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され、巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまでウォール・ローゼを死守せよ。解散。はっ。なんて今日なんだ。明日から内地に行けたっつうのに。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください。私の腕では足手まといになります。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、頼みがある。一つだけ。どうか死なないで。死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ、間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし、行くぞ。おう。状況は、先遣班はどうなっているんだ。アルミンとはまとまって行動した方がいいな。待ちやがれ。ついてこい。私も行く。ついてこい。エレン、僕も行くよ。もう街中に巨人が入り込んでいる。くそ、俺たちで倒すぞ。頼んだぞ。一緒に行かせて。
できねえぞ。やってやる。やつらが本部にまで。まさか前衛の先輩方はやられちまったのか。本部はなんとか無事だね。補給を急ごう。Yeah!
体は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士だ。何しやがる！まっすぐ！よくも通らせろ！なぜ俺たちを無視する。飛行士だ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。狙う。
カマン、住民に近づく巨人を排除しろ。班長、別の機関士が接近してきます。そう、私も行こう。また住民に向かっていくぞ。カスタバイデ頼んだ。了解だ。間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。おい待て、アカマ。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。僕の身代わりに アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。
私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか、臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。俺たちも続こう。待て、コニー。これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。お人を狙う。落とした。狙う。頼む。分かった。救援要請。私も行きます。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。
は撤退するしかねえな。本部奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。分かった。狙う。みんなやるぞ。生き延びて僕は憲兵団に入るんだ。死んでたまるか。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だ。もう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわー
人が巨人を殺してる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。巨人を倒してくれるなら、あの巨人についていけば。弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。
近さ、無事か。蹴散らせ。巨人は。なんだ、飛行士か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。壁上に撤退したい。私も行くわ。巨人が邪魔だ。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。頼む、団長、もうガスが切れてしまいます。助けてください。
ちは生きて帰ってからだよな。戦わなければ勝てない。この辺の巨人は俺たちに任せろ。さばいてまだこのままじゃ壁上に引けねえ。くそ、巨人どもが邪魔しやがる。なんだ、ミカサ無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。